沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。さて、先週、来年度、2017年度ですよね。沖縄手帳を編集しているので、リスナーの皆さんからも意見や希望があれば、お申し付けくださいということで、お話がありましたが、どんな声があったのでしょうか。はい、じゃあ、ぐすいよ、ちゅうがなみら、沖縄手帳発行人の前城です。おはようございます。はい、おはようございます。この毎年お客さんの声がいくつか出てまいりますので、はい、それをもとに手帳を改善をしたりしてます、はい、で今がちょうどその見直しのシーズンなんですけど、今検討しているのが、はい、年齢配備表なんですね、はい、西暦何年が昭和何年で、はいはい、今満何歳ですよとか、はい、まあ、こういうやつですけど、これ一番使われる資料だと思うんです、はい、でこれに対して要望が2つ来てました、はい、1つは現在の年齢配備表が104年前、明治49年、大正元年なんですけど、そこから始まっているんですが、はい、もっと遡ってもらいたいと、うんうんうん、自分の親の生まれた年だとか、あるいはさらにおじいちゃんの亡くなった年だとか、そういうところまで見てみたいという希望が一つありました、うん、であと一つは、ですね、メモ欄が欲しいということなんですね。自分の親が、例えば大正何年に生まれたとか昭和何年に生まれたと、はい、でこの年は、例えば土のと実の日年であるとか、漢詩と十二詩を組み合わせた絵とですね、はい、絵とを書いてあるわけですけど、そのそばにメモ欄が欲しいというわけです、うん、つまりこの年に生まれた人の名前を入れたり、自分の両親の名前を入れたり、亡くなった人の名前を入れたりすると、今年は満88歳なのかとか満90歳なのかとか、あるいは結婚何周年だとかいうことも分かるんで、それを考えてくださいっていうのがありました。これは、ね、とてもいいアイデアだなと思いまして、今それを検討しています。そうすると年齢配備表が1ページだけで収まっていたのが収まらなくなりますので、はいはい、多分2ページぐらいになるかなと思ってます。そうするとどっか別の資料を省略しないといけないんですね、はい、それをどうしようかということで、今印刷会社と打ち合わせなんかしたりしてるんです。手帳印刷は1ページ増やすとですね、はい、ページの8面が増えちゃうんで、はいはい、大変なことになっちゃうんです。このあれですよね、紙を半分にして畳んでいるからですよね。はい、そうなんですよ、うん、だからこういうのを今やっていて、今月か来月にはすべてまとめて印刷に入る準備をしていきたいなと思っております。そうなんですね。結構じゃあ忙しいですね。はいはいはい、年が明けるとすぐ翌年の手帳の打ち合わせに入るんです。へー、そうですよね。じゃないときっと間に合わないですよね。そうですね、まあ、前回ゆきさんも、はい、私もなんか要望がありましたよね。番組終わってからだったんで、はい、もう一度私もぜひやってもらいたいことがあって、終わってから言ってみたら、もうなんと今日ね、ちょっとそういうのを作ってきていただいたんですけど、何を要望があったかと言いますと、沖縄の伝統的な行事、お祭りとかの日にちがの言い方がだいたい旧暦なんですよね。で、まず旧暦調べて、しかも旧暦の何日って決まってるやつもありますけど、10巻12支の、はい、例えば何身の日とか、なんか旧盆明けの最初の井の日だとかね、猿、はい、の日だとか、はい、これはまだわかるんですけど、旧暦何月の、はい、土のと井の日だとか、はい、そうそうそう、漢詩と十二詩を組み合わせた絵とで表現してくる、はい、旧暦何月の、はい、の日とかだったら、じゃあこの どっちのあれ2回出てきたりするじゃないですか、はいはい、説明分かりづらいですけど、こう行くのを調べたいのに何日なのかがよく分からなくていつも苦労してるので、この表が作りたいなと自分で思っていて、はいはい、でこんな本を調べたりとかもしてたんですけど、なかなか自分の思うようなのがなくて、そうですね、はい、相談してみたんですけど、はい、これね、とてもね、いい提案だと思います、はい、
沖縄の伝統行事を喋っていくと、今の通り旧盆明けの最初のイノシシの日だとか、はい、旧暦何月の何とか何とかの日だというのがあって、はいはいはい、もうほとんど馴染みがない言葉がたくさん出てくるわけですね。そうそう。でこれ沖縄手帳では調べることができるんですよね。できますね。それぞれの日の、はい、漢詩、例えば、そうそうそう、今日は5月26日で筒の絵猿の日なんですよ、はい、でもこれ、ね、とても漢字自体が読みづらいし、はい、これを探すっていうのは結構大変なんですね。一応でも調べられるので沖縄手帳すごい重宝してるんですけど、パッとこう一覧であると余計分かりやすいなと思って、はいはいはい、そうなんですよ。それでですね、実際そういうスケジュール表みたいなのがあれば前もって行けるんですよね、うん、はいはい、稽古立てられるということで、はい、作ってみようかなということでやってるんです、はい、でその前の沖縄手帳も、ね、最初はこの漢詩はね十二詩だけだったんですよ、はいはい、寝牛立つ虎だけ入れてたんです、うん、そしたらやっぱり地方の行事とか、はい、神事をですね、はい、やってる方からは、まあ、漢詩も入れてもらいたいと、十巻ね、十巻ですね、はい、この漢詩と十二詩これを組み合わせたのを絵とというんですけど、はい、蚊の絵、木の音、火の絵、土の絵とか非常に難しい読み方をするんですけど、その組み合わせで日にちが決まる行事があるわけなんですね、はい、で、まあ、それを両方載せるようにしています。でその時困ったのが、うん、漢字を載せるのかひらがなを載せるのかということで、結局は漢字を分かる人、読み柄は分かる人、うん、片方しか分からない人っていうのがあって、今両方載せるように、ね、しているんですよ、うん。その方が丁寧ですよね。そうそう、うん、でついでに、この漢詩と十二詩の組み合わせでいくと、実は120通りの組み合わせがあるような印象を受けるんですけど。あ、60ですよね。実際60です。うんうん、あ、さすが。これ実際に自分で作ってみると分かるんですよ、ね、順番にね、順番で可能へ可能み、はい、なんとかかんとか、はい、つまり、はい、漢詩が10ですから、うん、1の1から1の10までいってると、はいはい、その次は2の11から始まるわけですね、はいはい、これ繰り返すと60になると元の1の1に戻ると、はい、この戻ったのが還暦なんですね、はい、まあ元に戻ると60歳の還暦のお祝いです、うんうん、で120というのは何かというと、これついでに、うんうん、沖縄の主な人生儀式ってやつの一番下の方にあるんですけど、うん、はい、読んでみましょうね。昔中国から殺風酒を迎えての歓迎セレモニー、右官神踊りですね、はい、これでは最初に大還暦の老夫婦役が登場して、うん、幕開けの影で風を踊るっていうのが習わしだったんです。あの影で風の2人はじゃあ大還暦120歳の2人っていう設定なんですか、はい、です、はい、これを大還暦っていうのね、はい、で自分は今年大還暦になったと、まあ、王様のおかげでここまで来てます、はい、で自分の子や孫が踊りが達者な人がいるんで、はい、今日は子や孫の踊りをお見せしましょうと言って、はいはい、一連の踊りが始まるというストーリーになってるわけですね、はい、だから大還暦の人が出てきてもいいような年齢早見表が今度多分作れると思いますので、はい、うん、ということです。で、はい、今日ゆきさんにその見本を持ってきまして、めっちゃ嬉しいです。いや、こんな感じかなと、はい、まあ、これが欲しかったんですよ、まあ、アダノシヌグは、9本7月最初のイの日から2日間、はいはい、ということは今年は8月の9日から8月の10日までですよとか、竹富島の担当が旧暦9月10月の木の枝猿の日から木の枝馬の日までの10日間ちょっと分かりにくいですねすごい分かりにくいんですよね。この中で木の枝猿の日というのは実は1回しか出てこないわけです、うんうんうん、それが10月の29日から11月の8日までですとか、うんうんうん、まあ、それが分かるようなやつを作ってみたいなというふうに思ってます。これはもうゆきさんのご要望ですので、はい、やらなきゃいかんなと、ね、これで何の祭りを取り上げるかっていうのがね、多分ね、国のたくさんありすぎるんで、はい、重要無形文化財とかになる、はい、国県、うん、それから市の重要無形文化財、はい、それから選択無形文化財とか、沖縄はそれが多すぎるんで、はい、その中から分かりやすいのを選んで、まあ、実際に見に行けるものですから、うん、多分20件程度に絞り込むのかなと思いますけど、うん、はい、まあ、実際に見に行ける民族芸能文化財というような形になるのかなと思ってます、はいはい、素晴らしいです。ぜひ、まあ、それから、こういう話をしていると、はい、東京の千葉、まあ、はい、千葉県ですね、そこの佐倉市にお住まいの比嘉さん、うん、
日賀健一さんという方から何度かメールをやり取りいたしまして、はい、いくつか質問がございまして、うん、最終的に太田海軍少将の話になったんですけど、うん、まあ、海軍、沖縄県民核戦いで県民に対し厚生特別のご後輩あらんことという有名な打電をした方なんですね、うん、この日のこの方の話になりまして、うん、その日賀さんから3度目か4度目のメッセージが来てました、うん、ちょっと読んでみたいと思うんですけど、はい、まあ、おはようございます、まあ、本土で沖縄手帳を求めるには和下ショップに行けばあると思いますが、うん、私は毎年東京駒込の島袋陽子さんのお店ドゥータッチで買っています、うん、まず今の政治屋さんは太田少将を知らないでしょう。牛島中将も知らないでしょう。サラリーマン政治屋ばかりで情けなくなります。今の世真の政治家はいません。まあ、政治家らしい真の政治家は故瀬長亀次郎王くらいです。沖縄手帳は勉強になります。一覧中であればぜひ持つべきです。来年も考慮いたします。一平二平デービル安心日賀健一ということですね、うん、やっぱり東京に行っても、はい、沖縄のことを思いながらいろんなことを調べて、はい、いろんなボランティアもやってるらしいですね、うん、でこの方もすごい情熱を持ってる方みたいですね、はい、まあ、こういうことからお手紙いただくと大変ありがたくなりますし、うん、まあ、ぜひ東京でも沖縄手帳を使って広げていただければなと思います、うん、まあ、それから、まあ、先ほど沖縄の民族芸能とかいろいろたくさんあるよというふうにお伝えしましたが、はいはい、新しいのもあるわけですね。この前テレビを見て感心したのが池田卓さんの第10回船浮き音祭りというのが見ました、はいはい、でそこでわずか人口40名しかないところに300名、うん、400名集まって祭り、うん、音祭りっていうのをやってるわけですね、はいはい、あ、いいなと思いましたんで、うん、その池田さんの、はい、卓さんの島の人よでしたっけ、はい、それを少し聞いてみたいと思います、はい、池田卓さん、島の人よをお届けしています。沖縄手帳発行人の時間。この時間は、丸政印刷の提供でお送りしています。
沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。さて後半は今週の今日の出来事ですね。そうですね、はい、沖縄手帳をお持ちの方はぜひ開いてみてください。そ、ね、はいはい、この池田卓さんすごいですね、はい、八重山の西表の船浮という島で生まれて育って、はい、うん、まあ、全国デビューしてまた島に戻って、はい、音楽活動してるということで大変、まあ、すごいなと思います。はい、さて今日の出来事なんですけど、はい、今週もたくさんあるんですよ、はい、でその中から一つ選んでみたのがですね、はい、5月26日今日なんですけど、はい、ペリー提督来流1853年の5月26日です、はい、復帰前はこの日は米流親善の日とされていましたということなんですね、はい、まあ、本当の方は分からない人も多いと思うんですけど、はい、ペリーが日本に来る前に沖縄に何度か寄ってるんですね、はい、で本土の方で、日米修好和親条約を締結するんですけど、その同じ年に、琉米修好条約も締結をしています、うん、その時のお話なんですよね、うん、まあ、ペルーは本土に行く前にまず琉球に来て、それから本土の浦賀に行って、江戸幕府に対して開国要求をしたのですね。でその後一旦に琉球に戻って、翌年再度の交渉で、翌年、1854年に神奈川で日米和親条約を締結いたしまして、その帰りに琉球王国とも琉米修好条約を締結をしています、うん、那覇市の泊まりに外人墓地がございますね、はい、その一角に東インド艦隊司令官庁ペリー提督上陸記念碑というかなり、ね、目立つ立派な記念碑があります、はい、いつか行かれるといいと思いますが、うん、その記念碑にはこんな文章が刻まれています、うん、琉球人の繁栄を祈り、かつ琉球人とアメリカ人が常に友人たらんことを望む。1853年6月6日小宴式宴会の式場でのペルー提督の挨拶というふうに書いてあるんですよ、うん、この意味を少し見てみたいと思うんですけど、はい、実は1953年の5月26日にペルーは沖縄に着いたわけですね、まあ、それで首里城に、正式訪問したいという要望を出すんですけど、首里法府側はそれをずっと断り続けるわけです、うん、でもペルーは最終的にはその首里王府の抵抗を押し切って、まあ、海兵隊を中心にした軍楽隊を作りまして、うん、200名ぐらいの武装兵を引き連れて首里の坂を登っていって、はい、首里城に入れろと、まあ、強引に要求するわけですね、うん、その時大砲も2門引っ張っていったと言います、うん、でペルーはなんて言いますか、歩いていくと軽く見られるということで中国風のカゴに乗ってですね、うん、来たらしいんです、うん、で琉球王府はもうやまえずペルー提督と士官数名だけを武装を解除させて城の中に招き入れたわけですね、うん、でその後で、まあ、簡単な食事会みたいなやつをやったわけですね、はい、でその時の席で挨拶したのがこのペルーの挨拶なんですよ、うんうん、まあ、琉球と米国は仲良くやりましょうやと、はい、いうことなんですね。まあ、強引に武力で押しかけていて一緒にしましょう、仲良くしましょうということはないとは思うんですけど、実はこの時ペルーは、もし江戸幕府が開国に応じないのであれば、うん、琉球を占領するんだと、占領してそれを貿易の中継地に使うということをアメリカ大統領に報告をしているわけですね、うんうんうん、はい、だからペルーがあちこち行ったのも言っていろんなことを調べたりしてますけど、それは琉球征服、琉球を占領するという前提があってやってたことなんですね、うん、であと一つ、まあ、今と重なるような話題があるんですけど、はい、ペルーが沖縄に行ってそれから本土に行ってる間に残ってる、ね、うん、ペリーですね、うん、はい、残ってる海兵隊、水兵隊がですね、酔っ払って浮上暴行事件を起こすと、まあ、うん、まるで最近の事件みたいなことを起こすわけですね、はい、うん、でそれは怒った住民に追いかけられまして石を投げられて、結局その水兵さんは海に墜落して死んでしまうんです、はい、これをウィリアム・ボード事件というふうに言うんですが、はい、先ほどの泊まり外人墓地の中にはこのウィリアム・ボードの小さなお墓も残っているんですよ、はい、でこの事件が非常に大きなインパクトを与えまして、はい、米国と琉球王府の修好条約締結の時に首里王府は随分粘るんですね、はい、
で江戸幕府ができなかったようなあの米兵に対する逮捕特権というのを取るんです。これは大した問題だなと思いますね、うん、あの米軍が、いやこう野蛮な犯罪を起こした場合は、はい、琉球王府が逮捕できます、はい、ただし裁判権は再度あのペルあの米国海軍米国に引き渡してやりますということなんですけど、はい、これは当時の、まあ、江戸での条約のあり方、それから今の地位協定から見てもかなり交渉したなという感じがいたします、うんうん、この辺の事情についてはあの7月11日のところでまた触れていきたいなと思います、はい。まあ、復帰前はそういうことで、この5月26日はあの琉米米琉親善の日というふうに定められました、うん、これも米国民政府があの米琉の親善を深めなさいというのが命令で出てきたわけですね、うん、で最初は1日、あとは2日になってこの1週間米流親善週間ということでいろんな行事がたくさん行われたわけですね、うん、でその時にアメリカ側が琉球に対してあの博物館を寄付したりとかいろんなことを寄付したりと、うんうん、でその都度琉球側はそれに感謝するというのメッセージをやったわけですね、うん、だから図書館とか博物館に行くと大体この米国民政府からあの琉球の人民に対してこの建物を寄付するというのはプレートがはまってたわけですね、はい、埋まってたわけです、はい、ところがなんと前もちょっと触れましたけど、はい、5月15日の復帰の時に米軍はそういった寄付した資産も日本政府に買い取るようにというふうに要求して、はい、実はあの裏側ではあの膨大なお金を出して買い取りをさせていたというのもありまして、うん、ちょっとこれ残念な感じもしますね。じゃあこのプレートは剥がされてるんですか？剥がされてる。拒否からんですね、はい、だから当時の歴史家の東新潮さんはこれを批判しましてね、その神前というのはイソップの言う、まあ、狼と子羊の神前であると、うん、子羊の沖縄から手を握ることはないんだと、うん、で批判してます。これは当時としては相当勇気のある発言だったと思います、はい、でもなんかもやっとするからこういう発言があるとそうだそうだと思いますね。最近ではよく佐藤勝さんが言うんですけど、ドラえもんのジャイアンか、あの体がでかくて、うん、暴力的な、はい、そのジャイアンがチビのスネ夫に対して仲良くしようやと言って、うんうん、はい、脅すと、はい、まあ、暴力団があの一般市民に、うん、凄みを聞かせて脅迫しながら、うん、姉ちゃん仲良くしようじゃないかという感じとちょっと似てるわけですね、はいはいはい、でこれではとても親善というのはならないわけでして、やはりアメリカ軍の命令の米流親善というのは徐々に下火になって、あとは消えてしまったんですね。やはり対等にならないと親善というのはできないんだろうなという感じがいたします、はいはい、まあ、それとペルーに関してはいろんなのエピソードがございます、はい、前もちょっと触れたかもしれませんけど、意外なのがあの鉄砲ユリっていうのがその時沖縄に自生してまして、はい、その時アメリカ このペルーと一緒に来た植物学者が持ち帰ってアメリカに広がったんだと。でアメリカでは、はいはい、あのイースターの時のイースターリリーということで広がってるんだそうです。う、聖母マリア様の象徴みたいな扱いがされてるらしいんですよ。はい、それからペルーが沖縄を離れる時にあの記念品を要望するんですね、はい、であのお寺の鐘を記念品としてもらっていくんですけど、はい、その時にあまり有名じゃないお寺の鐘を差し出しましたら、当時波の上に行ったベットルハイムというイギリスから派遣された宣教師が、はいはい、いやこれは大した鐘じゃないかな、もっといい鐘を要求しなさいということで波の上の五穀寺の鐘を持って行ったと、はい、でベットルハイムも一緒に帰っちゃってアメリカに渡るんですけど、はい、でその五穀寺の鐘はアメリカの海軍士官学校 あのアナポロス海軍兵学校というところの庭に飾られてましてですね、はい、何かあるたびに打ち鳴らされていたらしいんです、はい、でもこの鐘も、1987年に沖縄に戻されています。それからあと一つですけど、この同じ鐘で、明日5月27日に波の上 の朝鮮道章956年、造命国の重要文化財というのが書いてあります、はい、これは指定されたのが1907年ですから戦前なんです。日本最古の、はい、そうです、はい、これをなぜ入れたかというと、実はこれ戦争でもあたかたもなくなくなってるんですよ、はい、でも日本で一番古い道書、はい、朝鮮から渡ってきた鐘が一番古い、はい、その中で最も古いのは沖縄にあったんだと、はい、
まあ、これの釣り鐘の一部分だけが県立博物館に残っています。ということで、復帰前には沖縄には相当たくさんの文化財があったけど、ほとんど戦争で全滅したんだと、まあ、いいことを少し付け加えようかなということで、はい、今日も沖縄手帳発行人の時間をお送りしました。また来週お楽しみに、はい、どうもありがとうございました。